清水をね飲みますお前の体感じるように変えてやるっていはいいただきましたわありがとうございます <laughs> 皆さんこんにちはチルチル商業ビューレビューサイトチルチル記者の明智光子と 試し読みがか,かりのキリンですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえーで今日ね紹介する作品は2つ合わせてなんですけれどもワンシマコ先生の金のエンジェルと最近ね5月に新刊が出たので白ロのエンジェルを一緒に紹介したいと思いますイエーイカのエンジェルからご紹介しようかなと思うんですけどまあ、属性はねワンコケリーマンとあとエンジェル投資家っていうちょっとね 変わったところの属性で、まあ、ちょっとけなげで美人な感じの二人になっております。会社の同じビルの中に、というか、同じフロアの中に。えっと、警備会社と、えっと、エンジェルっていう投資をしている会社。の会社がね。<laughs> そう、二つ同じビルに入っ,てる入っていて。警備会社に勤めている西本君という。 方とそのエンジェルの鈴木真央さんという方が出会うんですけど。 そのファーストインンプレッション初めて会った時に、うんた時ね、初めて会った時っていうか顔,は顔見知りは顔見知りだったけど自己紹介みたいな、うん、ちょっとトラブルから助けてあげてみたいな感じで自己紹介した時に「うん、あエンジェルです」みたいな普通、まあ、にね多分会社名名乗ったみたいな感覚だと思うんですけど「エンジェルです」みたいに言って、うんあ「人間じゃないんだ」っていう勘違いが生まれてしまっ人たと 人間のハッピーなラブがラブちょっとスケベな方向にラブが行ってしまうみたいなお話ですね。キュンとくるポイントがあってエンジェルだから黄金のね。聖水を、うん、<laughs> エンジェルだからってのエンジェルだからっていうのをちょっと <laughs> ちょっと飛躍してるけど、聖水本当に聖水なんだろうと。 思ったり好奇心っていうかね刺激されてしまってちょっとネタバレとか思われてしまったらすごく申し訳ないんでちょっと15秒ぐらい耳を塞いでいてほしいんですけどこう清水をね飲みますというこ <laughs> <laughs> こはちょっと声を大にして言いたい「飲みます」というところが。 うわーっていうポイントですよね思い切ってていいですよ、ねうん、もう本当にあのちょっとペロッとかではなくもうごくごくご <laughs> のど越しですねそうのど越し抜群のねビールみたいな感じで <laughs> 確かにから、ね、ビールはね黄金色がね確かに <laughs> 味わい深いプレイが 見れます攻めえの方が天然入ったわんこみたいな感じの属性になるのかなと思うんですけど天然具合がちょっと見てて面白いみたいなとかがあったり。<laughs> あるうか、うん、あの普通にこうお部屋に入って本人いる前でなんかクッションとかをかごっとするっていうか。<laughs> まあせめてその本人がちょっとトイレ行った時とかいない時に恐る恐るやるものなのかなって思うんですけど普通にこうかごとしてくるっと振り向いてバレないようにごまかすんですけどまあごまかせてるんですけどちょっと本能がねちょっと本能割と先行気味のワンコですね、うん。 中堅のようにがっつく、うん、でからねこう受けがどん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 こうとろけていく感じそうです、ね、結構あののほほんとしてる割になんかなんでしょうねテクニシャンというかまあ多分そのねエンジェルさんの反応を見てこういろいろ考えながらやってるんだろうなとは思うんですけど非常にあのエンジェルさん的に満足度の高いプレイをしてるのかなっていう <laughs> <laughs> 感じがしますね確かに攻めのこの下半身のうまさ的には投資しがいのある将来有望な攻めっていうのがね金のエンジェルの方の魅力なんですけども合わせてこっちの白金のエンジェルもねこっちはねちょっと受けのタイプが正反対な感じですよねそのエンジェル投資会社の右腕みたいな感じのガランさんが受けっていう感じなんですけど。 ガランさんはメガネかけてる方ですねメガネかけてるってことは88%ぐらいの確率で真面目というか、うん、あのしっかりしているっていう,うん、うん、私調べ統計なんですけど見た目の通りすごくしっかりしていて、まあ、真面目というかきっちりしっかりしていて、うん、潔癖症なんですよね。そう潔癖症でなおかつ 不完症という、うん、まああのね PL における不完症っていうのはね95%の確率でそんなことはない, <laughs> ない <laughs> 開発されちいうからね <laughs> そうそう最終的にはね<う>治りますという,う一言につきますが、はい、こちらはねそのガランさんが大学時代にバーベキューに参加したんですね。 でバーベキューに参加した時にこうなんかまあのりでというかやっぱ潔癖症私もちょっと潔癖症をわかる部分があるのでーバーベキューってやっぱね外でやってるからちょっとやっぱ衛生的に気になる部分はあるよなって思うんですけどそんなお肉をねまさかの手掴みでで食べさせられてしまうんですねそう,そうなんかあご食いでしかも食べるみたいな感じでこうちょっとまあ割、まあ、るのりって感じでもないんですけど普通になんか善意入れというかねお前全 全然食食ってないじゃん食えよかみたいなそう,そう,そう食べさせられてしまいそ,<う>まあそこからもうよりその他人のなんだろう他人のぬくもりっていうんですかね、うん、がダメになってしまったみたいな感じ、うん、でさらにこの壁がね強固になっちゃって,たっていう、うん、分厚くなってしまった分い壁を建設してしまったんですけど、うん、手づかみの犯人と再会、うん 9年ぶりに再会して「お前まだ潔癖症なの?」みたいな感じで「うん、俺のせいだよな?」みたいな「あ不感症なの俺のせいだよな?」みたいな感じで「うん、俺責任持って直すから」みたいな感じで<う>グイグイとね「<laughs> <う>まあ護院に直してあげる」と言われて。であれよあれよと。そうですねまたスケベ展開になっていくという。 そういいんですよねこうセリフもねお前の体感じるように変えてやるっていうたありがとうございます <laughs> っていう感じなんですけどそういうこのねまた思い切りの良さもねそうあの金のエンジェルの攻めと若干ちょっと似通ってる部分もね,そうですねちょっと抜けてるというかあの、うん、常識常識的にあああれみたいな部分がちょっとあるというか。<laughs> 好きすぎて方向が、ねうん、行動がすごい方向に斜め上にいっちゃう感じそうですね若干天然入った攻めというところが共通してるかなと思いますねけはねちょっと結構タイプ違うけど攻めがこのワンコに近い感じがまたねキュンとくる感じでででいいですよ、ね、いいすすよよねね,ね私この大好きなお風呂プレイが出てくるっていう <laughs> ところもあるんですけど。<laughs> はい あの一番一番というかこうお話し通してああいいなと思ったのはこの攻めの方が別に自分潔癖症じゃないのにその潔癖症に配慮していろんなところをなんか清潔に保っているというか潔癖症がない人が潔癖症の人に合わせて生活レベルを上げるっていう。 難しいだいぶハードル高いのにひとえに思いゆえにというか、うん、一途ずに清潔さを保っているっていうのがなかなかできることじゃないから、うん、私はすごく好感度上がりました<で> <laughs> 愛情がある感じでね。 あるので、こうハッピーな気持ちに、読んでてもなるっていう。そうですね、めちゃくちゃ一途っていうか。うんうん,うんうん、まあでもスケベはするっていう,感じそう。ちゃんとスケベはね、うん、あのー、定期的に入ってくる感じがね。うん すげ <laughs> させていただきたいんですが <laughs> のそうですね大事な修正のお話をさせていただくとあのクバさんに多い「ザカザカ修正」そうなんか「シャー」ってこの、ね、シ,ャシャーペンか鉛筆で書いたような感じのうん、うん 修正がね、頑張れば見えるぞみたいな。そう、なんかすれば見えるぞみたいな。頑張ればいける感じ、ね。頑張れば見えそうなザカザカ修正って感じで。<う>でこれに関してはちょっとぬるっとしてる部分とかを避けてザカザカが入ってるので、<laughs> ちょっとねあの見えやすい部分も多いというか <laughs>。そう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 。なんかねあのシーンの中で大人のねおもちゃを入れてね。うん、丸いねこうブーって。そうそう <laughs> あの震えるようなあのおもちゃを入れるシーンがあって。<laughs> そして そしたら粘膜あるじゃないですか？はいはい、あの周辺をこうあえてザカザカをね。うん、まあ、いわゆる断面図みたいなね。 そうそうそその時にその風の部分っていうんですかねうん左もみたいな感じでそこうザカ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 っていうのがてて <laughs> う修正が入ることでさらにこう入ってる感じが、ね、そうあこ,れこれは卑猥なものなんだなみたいなの <laughs> 逆にね逆にあんまり思,思ってなかったけどこれは卑猥なんだみたいなそそ <laughs> そうそうそう,そう教えてくれる修正ですね。そうだから修正のねありがたさをね感じられる作品って感じです。 <laughs> あれですね関心のあれが盛り上がってくるそうですねあのテント張ってるとかよく言うやつがピッチリとしたボクサーパンツを履いていると まあモコっとしてる時に形が結構あの体から離れてスタンドアップしてるんですけどちゃんと形が分かるぐらい密着してるみたいなパンツを履いてる、うん、<laughs> 形がねしっかり <laughs> 形が分かりがちな描写が多かったですね水着ほどではないけどうん、うん、ボクサーがちゃんと、ね、布薄めかなみたいな伸縮性がありそうな布ですね。ね見どころっていうか ね、見ても「あ,あこういうタイプね」みたいなああ。握ってるなみたいなのが分かりやすいかりやすくなる。うん、これはぜひ手に取っててページを確かめてほしいですあとはその,金のエンジェルの方にあった黄金プレイがね「うん、白金のエンジェル」の方にあるのかどうかっていうのがう実際中を確認してほしいところという。 感じですね、はい、スピンオフに果たして黄金聖水が出てくるのか出てこないのか,のかぜひ宝くじ感覚で <laughs> <laughs> 予想してみてくださいはい、はい、ということでね今回はわんし先生の、えー、金のエンジェルと合わせて、えー、白金のエンジェルを紹介しましたちるちるのサイトでは2作品のユーザーコメントであったりあとは試し読みもねしっかりできますのでぜひぜひ聖水を 楽しんでください <laughs> 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 はいということでこちらは、えー、今回二作品を紹介しましたせーのバイチル,イチルありがとうございましたありがとうございました